ヘイチマンサハイダーチヌイ、U130 ヘイチマンサハイダーチヌイは、ウクライナ海軍のフリゲートとも呼ばれる。ウクライナ海軍のシンボルとなっている。官名は、ペトロコナシービチイコールサハイダーチヌイにちなむ。ロシア語名では、ゲートマンサガイダーチヌイと呼ばれる。ヘイチマンサハイダーチヌイは、11351号計画、ネレイ型国境警備艦の9番艦として、 計画された。開発は、ソ連時代に開始され、当初の監視は、国境警備官であった。これは、リボニア出身の CHKGPU、NKVD の活動家、マルティン・ラーチスにちなんだ名称である。ラーチスの建造は、他の8隻の同系艦と同じく、ウクライナソビエット社会主義共和国のケルチにあった、BU、ブートマ記念ザリーフ像戦勝。 第532海軍交渉カムイーシュブルーン造船所でやれた。造船所第208工場で建造されたことから発注番号は208とされた。1991年7月9日にはソ連国家保安委員会の国境軍会場部に編入された。艦は機構とともにキーロフと解消された。これは セルゲイ・キーロフにちなんだ官名で、代々ソ連の海軍官邸に受け継がれてきた名称であった。なお、同時代のミサイル巡洋艦にも同名の艦があるが、海軍と国境警備庁で所属が異なるため、この重複は特に問題にはならなかった。1991年8月24日に、ウクライナが独立すると建造中であったキーロフは、 同警官クラースヌイビーンペルと共に、ウクライナ海軍へ譲渡されることとなった。所有権の異常は、翌1992年6月に行われ、フリゲートへ監視外されると共に艦名を U130 に改めた。1992年9月30日には、艦成後に乗り込む乗員が組織され、10月にケルチに到着して12月29日には艦に乗り込んだ。 公焼けみは年の明けた3月6日から行われ、4月18日に無事終了した。その間、1993年4月2日には正式に春行となり、改めて U130 ヘイチマン・サハイダーチヌイと命名された。官名の由来となったペトロコナシェービチイコール、サハイダーチヌイは、ウクライナコサック始まって、以来最初の偉大なヘイチマンと目される、歴史上の偉人で、 ウクライナ文化の進興と政治的発展をもたらした人物であった。平地ン在職期間は1614年から死去する1622年までであった。なお、ウクライナ国時代に同じ由来を持つ巡洋艦が建造されている。これとの継承関係は公式には言及されておらず、不明である。1993年7月4日には、艦上に、 ウクライナの軍艦機を掲げた。7月9日には母港となるセバストーポリに到着した。一方、ソ連崩壊後の経済混乱の煽りを受け、姉妹艦の U131 ヘイチマン・ビシュネーベーチクイは建造延期となった。ヘイチマン・サハイダーチヌイは万能フリゲートとして平均的な武装を有している。対空及び大水上兵装としては、ジフ -122。12 オサー M 短射定艦対空ミサイルコンプレックスや 100mm 100、単装両用砲 AK-100 30、30mm6 方針機関砲 AK-630M を搭載した。また、対戦水艦兵装として、対戦ロケット弾発射機部 -6000、スメールチにと4連装魚雷発射艦 UT、UT-53 から1135を装備した。これに加え、5艦板には、 カマイナス27などのヘリコプターを搭載するための飛行艦班と格納庫が備えられているが、活動地域が国会やアゾフ海などに限られるため、ヘリコプターを搭載することは多くない。なお、国境軍向けに開発された当初設計では、搭載ヘリコプターは、捜索救難型のカマイナス 27PES が想定されていたが、ウクライナ海軍への編入後、原則として、 対戦型のカマイナス -27PL がリストアップされるようになった。ただし、実際にはその任務上カマイナス -27PS の方が搭載されることが多かった。ヘイチマンサハイダーチヌイはガスタービン動力のエンジンを有し、これにより 30KN 以上の速力と速力 14KN における4000回りの航続力等を獲得している。また、 外部からの補給なしに30日間行動を続けることが可能であるとされている。電子装備は、検関当時の最新のものが採用された。水上捜索レーダーには3次元レーダーの MR-760、フレハート MA、対空捜索レーダーには MR-212、201、バイハート U、ナイヤーだ、火器管レーダーとして、 対空火器管制用の m p z 三百一バーザ、主砲管制用の m r 百十四バールス、近接防御火器システム用の m r 百二十三ビーンペルが搭載された。電子戦装備としては、m p 四百一 s スタールト S や p k 十六が搭載された。水中音響探知システムとしては、m h k 三百三十五 s プラーチナエスト、可変追跡装置、MHK-345、ブローオンザ、水中通信システムメガヘルツ -26 及び、MHS-407K が搭載された。艦は、当初は、201の艦番号を艦首に表記していた。1994年7月以降、この表記は U130 に改められた。1996年、 姉妹艦、ヘイチマン・ビシュネ・ベー・チクイは、正式に建造中止となった。ヘイチマン・サハイダー・チヌイの最初の海外行きとなったのは、1994年のフランス来訪であった。ノルマンディ上陸作戦50周年の祝典に、参加したヘイチマン・サハイダー・チヌイは、トゥーロン、ルーアン、ルアーブルを訪れた。その後も、サウジアラビア、ブルガリア、イタリア、アメリカ合衆国。 グルジア、トルコ、ルーマニアなどを歴訪し、ウクライナ海軍の顔としての役割を担った。ルーマニア海軍やロシア海軍とは、共同軍事演習も行っている。ウクライナ海軍は1万1351型の、他に3隻のフリゲートを保有したが、いずれも、作戦可能状態に入ることはなかった。従って、終始、ヘイチマンサファイダーチヌイは、稼働状態にある。 唯一のフリゲートあり、海軍国を辞任するウクライナの象徴として、収益以来活発な動きを見せた。2005年8月1日の海軍記念日には、ビクトル・ユシチェンコ大統領の視察を受けている。海軍の重要な顔であるという事情から、平地マン・サハイダー・チヌイは、比較的優遇された扱いを受けている。予算不足の中にありながら、しばしば修繕作業を受けており、 数年に一度はメンテナンスのためドック入りしている。2005年には他のフリゲートは退役させられたが、一方の平地マンサハイダーチヌイに対してはメンテナンスのための予算が実行され、修繕作業を受けている。近年では2006年11月15日には、ムイコラー,アーユにある61コムナール記念造船工場に栄光され、12月18日よりオーバーホールに入った。 作業は予定通り1年で完了し、2007年11月16日付で、ヘイチマン・サハイダーチヌイは、セバストオポリに寄港した。このオーバーホールには、1500万古いニ野が当てられた。なお、独立以来、ウクライナ海軍の他のフリゲートはすべて、稼働状態になかったことから、ヘイチマン・サハイダーチヌイが、ドック入りするたびに、同海軍には、 行動可能なフリゲートが一隻もない状態が現れていた。特に他艦の退役した2005年以降は保有するフリゲートがヘイチマンサハイダーチヌイのみとなっており、また2007年発には長らく建造中であったミサイル巡洋ウクライナの就航の見送りと売却が決定されたためヘイチマンサハイダーチヌイの復帰まで同海軍には 稼働する大型戦闘艦艇が存在しない状態となっていた。しかし、ウクライナでは日常的な海上警備任務に必要な中、小型のコルベットやその他哨戒艦艇、巡視船艇を複数保有しており、こうした大型戦闘艦の不在によって重大な支障を来たす体制で図った。ヘイチマン・サハイダ・ーチヌイの復帰後は変わってコルベットがオーバーホールに入っている。 2007年現在、ウクライナ海軍の主要戦力となっているのは、大型フリゲートのヘイチマンサハイダーチヌイ、中型コルベットのルーツイク及びテルノーピリである。これを、中小のコルベットやミサイル艇、哨戒艦艇が補う形となっている。このうち、本格的な外洋航行能力を持ち、ヘリコプターの運用能力があるのは、ヘイチマンサハイダーチヌイのみである。そのため、 今後、ウクライナではヘリコプターを搭載できる戦闘艦艇の不足が見込まれている。これは、現在、キエフのレーニンスイカクーズニャ工場で製造している小規模の 1124M5 計画、アリトロース型コルベットでは、設計を修正してもヘリコプターの搭載スペースが設けられないためである。そのため、ウクライナでは新たにハイドゥーク21と呼ばれる、 ヘリコプター搭載大型コルベットの建造を計画しており、海軍の近代化計画の目途である2015年には収益させる予定である。これは、ウクライナでは58,150号計画、ヒュルザー型河川法廷に続く2番目のステルス艦で、本格的な艦艇としては、ウクライナ発となる。ハイドゥーク21は 1,124M 型の後継艦であるが、その収益する頃には、 ヘイチマン・サハイダーチヌイも収益20年を超えており、老朽化が見込まれることから、ハイドゥーク21がその後継艦になることは視野に入れられている。ハイドゥーク21がコルベットとフリーゲートを統合する艦として位置づけられているのも、こうした背景がある。ウクライナでは2000年に前後し、ヘイチマン・サハイダーチヌイを除く、全フリーゲートを退役させ、 巡洋艦や潜水艦の収益も諦める一方、2006年以降も、心臓コルベットのテルノーピリアオーバールを施した、プルイドニプロービアを収益させるなど、中、小型の哨戒艦,艦艇の整備に力を入れている。こうした、中建造される、ハイドゥーク21は、比較的大型のもので、特にそのヘリコプター関連空間は、西側製ヘリコプターを搭載できるようカモフ専用の、 ヘイチマン・サハイダーチヌイのものよりも大きなものである。これは、ウクライナの軍事装備の脱ロシア化推進とともに、西側製の機材を運用するマレーシアなどへの輸出を視野に入れた処置である。いずれにせよ、ウクライナの象徴となることが期待された、巡洋艦ウクライナが未完に終わり、そしてクリミア危機でもセバストポリが、制圧時点では幸運にも地中海にいたため難を逃れ、 2015年6月に海軍再建に向けてオデッサ沖にてアメリカ海軍駆逐艦ロスとの共同演習を行われ今後ともしばらくはヘイチマン・サハイダーチヌイがウクライナ海軍の顔としての役割を担っていることになった。なおヘイチマン・サハイダーチヌイはしばしばウクライナ海軍の機関であると紹介されるがこれはシンボルとしての役割であり 運用上の正式な機関は、クリミア危機にてロシアに接収された U510、スラブーティチである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。